クレンブテロールとは呼吸障害の際に充血除去剤や気管視覚調剤として処方される薬物。クレンブテロールは喘息のような慢性呼吸障害を持つ人に対して呼吸を楽にする目的で使用される。クレンブテロールは一般に塩酸クレンブテロールの形で使用される。1980年代にクレンブテロール及びその塩酸塩に成長促進作用があり、また、 食肉の赤身を増やす効果があることが分かり、畜産業界で飼料に混ぜることが行われた。しかし、人体への副作用も大きいため、EU は1988年に、アメリカ合衆国は1991年に、中国は1997年に餌への添加を禁止した。しかし、中国では未だに豚の餌に違法にクレンブテロール塩酸塩を配合している例があり、 中国国内ではたびたび中毒事件が発生している。このため、厚生労働省は中国産豚肉と加工品について輸入時に検査命令を出しており、実際にランチョンミートなどから検出されて廃棄や咳もどし命令が出される例がある。クレンブテロールは筋肉増強剤としての効果が見込まれているため、各スポーツ競技においてドーピングに用いられないよう検査対象薬物に されていることが多い。ただし、本人の意思に反して、食事からクレンブテロールを摂取してしまい、表面化する例も存在する。世界アンチドーピング機関では、2011年、中国とメキシコを訪問する場合は最新の注意を払うよう警告している。帰省後もやまない肉赤み火剤の使用日経 BP、ハッと、自転車イコール薬物要請のロジャース、中国での食事が原因。 ロイター、httpjp、ロイター .com、アーティクル、スポーツヌズ、いじて QBK01K201312212013 年12月21日閲覧。中国の豚肉、二度と食べない、残留成分で、ドイツ選手が、出場禁止サーチな2010年10月27日、自転車イコールコンタドールの薬物違反認定、2年間の、 四角撤処分ロイター2012年2月7日、サッカーメキシコ代表も選手が薬物違反、キャンプの食事が原因か、アフプブニュース2011年6月10日2013年ジャパンカップ。ありがとうございます。